顔もよくて性格もよくて、おまけに頭も体もよくて、えげつない給料、そこそこの経歴、そんでもって独身、そりゃモテるわ、女の心、乙女心、しっかりわかってるらしい。周りの OL から、女性社員から、夢のサラリーマンなんて呼ばれてさ、ダメなところ一つくらい見つからないもんかな。あんたの捨てるタバコの銘柄、ピアニッシモのサラリーマン、女の吸うタバコだろ、ピアニッシモのサラリーマン、気持ち悪い、ピアニッシモのサラリーマン、女の吸うタバコだろ、ピアニッシモのサラリーマン、気持ち悪い、気持ち悪い、負け惜しみさ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうで、楽しんでますか？すいません、すいませんね、口癖になってしまいます。今日はね、キャッパもね、映してあげたいぐらいなんですけども、すごいグッとこらえてね。あとさっきちょっとね、あのブレイクダンスを踊った時にね、ちょっと変になっちゃったんですけど、手が。そんな、でもね、その変になったからこそ、よりね、いい感じでできると思いますので。もちろん随時ね、リクエストももちろんこう、来ていただいた、こうね、まるでカメラを指さしているように、こう、なんかあればね、あ、その曲いいっていう時はこうね、右手を上げていただければ、今日歯医者さんみたいな方式でちょっとライブを進めていこうかなと思ってますので、あ、その曲もういいってなったらこう右手上げていただければね、3個の手が上がったらそこまでに曲はしようと思いますので、ね、今日は主導権握ってるのは僕じゃないっていうね、今日皆さん3人のね、お客様で、あと配信でももうその曲なんか その曲はダメってなった場合は、ね、バツの絵文字とかをね、いただければ、なんかスキップのあのくるんって矢印のやつとかね、くれれば、あのすぐにその曲、次の曲に行きたいと思いますので、もちろんですね、よろしくお願いいたします。でちなみに今お茶箱は、僕のクロマ同士の写真と、お茶箱500が、最近あの公式ヘッダー画像でね、バズらせていただいたんですけども、そしてね、それであの紫のあの拓也がね、降ってきます。紫と青の中間あたりのやつをあの降ってきますと思いますのでね。はい、それで聞きたい曲などあればね、いただければずっと歌いますので、まあ、なければないで、ふわふわとやってる拓也を、見ながらうとうとしていただいても大丈夫ですので。それでは江戸川区にある僕の実家の、江戸川区江戸川、3-41のっていうねあれの、どこにある一の駅からちょっとこうペッて行ったとこだね、水江大橋っていうとこがあって、それをペッペッペッて越えていただいて、
そのままあれの通りですね、あれです、消防署とかのね、あれの通りのちょっと手前側のセブンイレブンで。